カイジは猿の腰掛け下のキノコの一種である。エンジュがエンジュ先近とも言う。中国の老齢なエンジュの木に寄生する。エンジュの木に半円形で寄生する姿が人間の耳のように見えることからカイジと呼ばれるようになった。個実体は硬質で味は苦い。また、宿主であるエンジュのつぼみには止血作用が認められている。同様に中国では、 古くから海事にも様々な薬効があるとされ、煎じるなどして民間療法に用いられてきた。中国の河北省、山東省、潜水省に分布。近年は園児の古木が少なくなったこともあり、野生の海事は希少なものとなっている。海事は古くから漢方薬として知られており、1500年ほど前の東大の医学書、新州本草》には海事には、地風、破血、 液力、主治五治、心痛の効果があるとの記載が見られる。また、他の漢方文献、肘甲方頭本草にも味は苦く、辛く、無毒で、効能は、治風、破血、液力などの記載が見られる。秋代の本草項目にも、開示の記述があり、古来から中国では広く知られて、民間でも薬用として様々な用途に使用されていたものと思われる。 しかし、信頼以降はカイジは入手困難となり、カイジの薬としての記述は見られなくなっていく。アメリカ国立がん研究ション C の薬辞典、ムシーシソーラスコード C125001 にカイジワーが収録されている。ありがとうございます。